あ、忙しいなほんまに。大丈夫？頑張ってる？おう。ちゃんと暖房つけてる？寒くない？寒いとプリケツキュッとするからね。最近忙しいよな。ああ忙しいね。あほんまに。こんなにな、仕事がこの立て続けにあるとなかなかきついな。大丈夫？肩凝ってない？肩凝ってたら肩コリコリもみもみ。ほんまに。まあな、今乗り切って、みんな乗り切ろう。そうだね。白いカッターシャツとジャケット着る順番間違えちゃった。頑張って乗り切ろう。昔は順番逆だよって言ってくれる人がいたんですよ。でもは今はいないから、逆の場合そのまま会社に来ちゃう。昔はね、家を出るときにちょっとちょっと逆ですよ、あ、本当だと言いながら、そうだね、笑いながら全部脱いでシャツをまた羽織って、そしてボタンを閉めてジャケットを着て正しい格好で会社に来ていました。ところが今はもうそんなことを言う人もいない。だからもし私がこのいつもみたいにふざけてジャケットの上にカッターシャツを着て家を出てもちょっとっとっと逆ですよという人はもういない。休憩するときはコーヒーガクガクガク。頑張ってああ頑張れ頑張れ。チャンネル登録よろしくお願いします。みんな逆だったね。逆でした。いつもなら言う人が相手なのに今はそのまま来ちゃう。頑張れ。こんにちは、ジャルジャルの福徳俊介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね、冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみてぜひ読んでみてください。以上、小説の宣伝でした。バイバイ。ジャルジャルに興味あるやつ、ネタサロン、どんな場所？はい、私は入ろうか入らないか迷ってるんですよ。そうですか、じゃあ入ることをおすすめします。入る、入らない、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 入らる、どっち？ジャルジャルアイランドも見てね。ジャルジャルタワー。